はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。さあ、今回はですね、ジェパードウィンタービアっていうのを使っていきたいと思います。当てました？これね、ボックスで。で、この武器、なんかあれなんだよね、ちょっと性能上がってるんだよ、ジェパードより。それは少し驚きでございます。まあ、機能性とかね、スキル 3.1 から 95.1 だったり、185のダメージから、ね、190に上がったり、で、弾数も2発増えてて、かなり性能良くなってるんではないかなと思われます。というわけで今回ね、楽しみに使っていきましょう。はい、やっていきましょう。あまりね、スナイパー持つようなマップじゃないんだけども。だからね、こうなるから。こうなるからね。マップじゃないんだけども、まあ、頑張ってやっていこう。できる限り頑張ってやっていこう。あ、外したー。本当にクイックチェンジとかないんで、まあ、当てる気になればもう一生当てられるという、いい、それが非常に強い。こんな感じでね。ああ、鬼のような武器ですよ本当。あ、抜けんのかなこれ。これそれだけ気になるわ。やばいっしょ。ああ、外した。これ抜けないのかな、これ抜けないのかな。抜けてなさそうだね、ちょっと。あー、なかった。耐えられなかった。右行こうかな。壁抜いたな、今。後ろの敵まで抜いたぞ、今。7割ぐらい入ったね。中央位。座ってた方がいいね。座る時間使っちゃうわ俺。いつも立って移動してるんだけど、座る時間が結局打たれちゃうので、座ったままにしていきましょう。抜けないかな。色の早いのいいな。はい、行きましょう。あんまこの武器でなんかどうこうできるあれじゃないんだけど、この場所壁抜けたりとか、まあ、やれる範囲でやっていこうかな。これ壁抜けんのかな。こことかいけんのかな。こことかさ、できないか、さすがに当たんないか。とりあえず適当にやってるだけだから、なんと見えんね。一緒に行こうかな。あ、見えちゃう見えちゃう。あー、外した。味方を先に行かせるという。いや、これは、おお。となると後ろですよ。爆弾が設置された。あー、ナイス。どこの音か分かんなかった。焦った。助かった。
さあこっち行こうかな。こう面白い壁抜けしたいけどね。ちょっと一人で行くと殺されそうだからやめとこう。こっちにみんな行ってるから俺もこっち行こう。ただ後ろ怖いけどね、これ見ないと。ポイントマンが3人もいるからね、全然あるからね、これ。まあ行きたいけど、後ろも怖い。見てもらえないと。めっちゃ下走ってないこれ。爆弾が設置された。後ろあるよな普通に。これないんか、これちょっとわかんねえわ。もう潰してくるわ、わかんねえから。うわー外した。あとは一人頑張ってくれ。756。7人分倒すんじゃん。756ってとんでもねえダメージ入ってっけど。何その立ち位置、ちょっとかっこよかったけど。まだまだサムネだね。かっこよかったね。まだ756は気持ち悪すぎ。いたね。設置しちゃおう。爆弾が設置された。あーくそー、ダメだった。一応数値通りのダメージだね、190だからね。見てるとラスト1人を。さあやってきたね。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。やっぱりね、基本スコープだからやりやすいんだよね。これが精密だったり高倍率だと本当にやりにくいんだよ。リベリオンがさ、本当高倍率じゃなかったなとか精密じゃなかったなって思う、すごく。すげえ、わけあるの、バカさん。うわ、ここ。で、今いたよね、絶対。ああ、外した。さあ、後半戦です。あ、こんにちはってやる機会だった。よしよし、オッケーオッケー。よかった、今見てて。よくね、ちゃんと気づかないこと多いんですよ。うまっ、ちょ、それはうまい。あ、うまい、俺も。これ乗れそうだけどね。あ、乗れんかな、こういうの。普通に乗れそうな感じして乗れないんだよな。乗れないんだね。どっちが多いのかな。
るね。普通に置いとくわ、ここに。グリディブラッさあ、行きましょう。あと1。さすがにもうわからんよ。これ抜けないでしょ。これは抜けないよ。なんか俺抜いてたけど今。多分無理だよ。どこだろう。ああ、そっちいたんだ。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。こっちか。さあ、あの中央の部屋行きたいな。あそこでちょっと活躍したいです。てか、ジェパードのこれ強えな。ジェパードってまあ元々強えけど、拍車かかって強えわ。え、いねえの。え、これ味方。あ、やべえじゃん、これまずいんじゃないですか。ブラサーブラナー、よしよしよし、これでアピールしとこう。あとは順当にこっちから行こう。まあいるからね、敵は。いった、びっくりした。あー、奥にもいる、手前にもいる。どこだっけこれ、どこらへん、ここらへんって言ったけばいいの。さあ、あとは味方がやってくれるか。あーってやられてく。敵を殲滅させた。あ、あー、潰されるのかと思っちゃった。はい、ジェパードウィンタービアを使いました。楽しいね。ジェパード使うよりこっち使った方が絶対いいね。190を超えるダメージ出せるっていうのも、まあ多分こっちも出るだろうけど、まあこっちだとね、頭776というすごいのがね強かったから、でね、頭のダメージ見れたんでちょっと楽しいですね、やっぱり。で、あと基本スープっていうのがすごくでかい。だから非常に優秀なんですよ。だから一番使うならバトルライフル系、バトルライフル、怪物ライフルかを使うならやっぱこれが現実的かなと思いますね。まあ俺はね、 AW のリベリオンね、これポッキングのやつなんでこっちを使うんですけれども、結構頑張って強くしたんでね、これ。でも普通にこういうのじゃなくて、こういうのが一番現実味があるので、レールガンとかバレットとか使うぐらいだったら、こういうのが現実味あるなと思います。非常に強いですね。なので1本必ず持ってた方がいいかなとは思いますのでね、ぜひ皆さんね検討してみてください。というわけで今回はここまで狙うお疲れ様です。